八尾駅。八尾駅は、大阪府八尾市安中町三丁目にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本関西本線の駅である。駅番号は、JR925 大和地線の愛称区間に含まれている。相対式ホームに面2線を有する地上駅で、京上駅舎を有する。分岐器や絶対信号機がない、停留所に分類される。するように、 かつては、流下走車場、現在の旧法寺駅付近にあったからの貨物が、この駅まで伸びており、上り線と下り線の間にその線路が敷かれていた。この名残で、互いの線路は1線分離れている。駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、関西本線の河内県城駅上駅間隔駅と、大阪東線の新上駅を管理しているが、柏原駅には、 地区駅長を配置し、河内県城駅、高井駅、義、四季野駅を管轄しているため、当駅が全面的に管理下に置いているのは、旧法寺駅、上駅、新上駅のみである。京城駅舎は3階建てであり、2階は改札外、3階は JR の駅設備となっている。IC カード乗車券、愛国家が利用することができる、相互利用可能 IC カードは、 アイコカの孔を参照。2012年、平成24年2月25日に、それまで設置されていた、継続定期券自動発行機を置き換えるで、北口に緑の券売機が設置された。現在は、京城駅舎の自動切符売り場に移設されている。2011年、平成23年5月より、JR やお駅周辺整備事業により、 校内の渋川踏切の改良と、京城駅舎の工事が行われ、京城駅舎は2013年、平成25年7月6日の始発電車より、使用開始された。京城駅舎には、エレベーター2機、上り売り両ホームに、各基ずつ、エスカレーター4機、上り用、下り用を、上り売り両ホームに、各基ずつ、多機能トイレ、2カ所が設置され、バリアフリー化が図られた。 また、自由通路にも、エレベーター2機、南北に、各1機、エスカレーター4機、上り用、下り用を南北に、各1機ずつ、が設置された。普通電車のみが停車するが、共状駅舎の使用開始と同時に、ホーム上の発車表が、小型タイプから幅広タイプに置き換えられた。工事の進捗に伴い、2011年12月17日始発列車より、北駅舎が、 西側の旧ハートインやオテの建物を利用した仮駅舎に移転した。さらに、2011年12月23日始発列車より、南駅舎が西側に建設されたプレハブの仮駅舎に移転し、合わせてホーム西側に設けられた仮設の古典橋が使用開始された。下りホームは仮設の古典橋と南駅舎の移転に合わせて延伸され停車位置も移動したため、 王子寄りに両分は使用されていない。京上駅舎の使用開始後も未使用のままである。また、上りホームについても、京上駅舎の使用開始と同時に、王子方面に延伸され停車位置が移動したため、天王寺寄りに両分は使用されていない。従来は上屋を支える柱や架線柱が、線路に近いところに設置されていたことから安全上のリスクがあったが、 共状化に合わせて新しく、天皇寺寄りに延伸された上屋を支える柱は、線路際から離して、設置。大寄りの上屋は、ホーム上に柱がないタイプ。河川柱は、上下間にある貨物船跡に設置された単柱に、移設された。この対策は、JR 西日本のリスクアセスメントの具体例にも、挙げられている。共状駅舎完成に先立ち、2012年、 平成24年7月に渋川踏切改良工事が概ね完成した。安全性向上に向けた具体的な取り組み内容を紹介する安全ポスターボリューム54の写真は改良後の当踏切である。また、北川駅前の道路整備により、JR 八尾駅北交差点の信号が2014年、平成26年7月17日午前6時より運用開始された。 さらに、南側駅前広場、アクセス道路統整備は2014年度、平成26年度末までの工程となっていたが、2015年、平成27年3月31日午前10時より、使用開始された。かつては、半和線、杉本町駅への貨物支線、半和貨物線が分岐していた、正確には当駅と旧法寺駅の間にあった、流下信号場が、 分岐点が2004年6月末をもって休止されており、2009年3月31日付で廃止された。また、片町線貨物支線、上等貨物線の書類上の終端駅となっていたが、こちらも2008年3月15日に廃止され、大阪東線へ移行した終端も旧宝寺駅となり、路線名称上等駅は経由しなくなった。 1996年度の乗車人員は1日、平均15,545人であり、天王寺駅王子駅の途中駅では最も利用者が多かったが、1997年春のダイヤ改正より、隣の旧宝寺駅、1996年度の乗車人員は1日平均5,469人が、快速停車駅となったことに伴い、乗車人員が減少し、 2010年度にはついに旧法寺駅の方が乗車人員が多くなった。それでも関西本線内で他線への乗り換え路線がない途中、駅としてはも乗車人員が多い。大阪府と計年間によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。すぐ南は奈良街道に沿った旧龍家町大技、上松の集落であり、自社が多い。 さらに南の国道25号沿いに中規模の商業施設やカーディーラーが多く並んでいる。八尾市役所や福祉会館、八尾保健所、八尾郵便局などの公共施設は約 1.6km 北東にある近鉄八尾駅との中間にある。市名を関する駅であるが、八尾市の中心角は近鉄八尾駅周辺であり、市役所や近鉄の駅に行く場合は路線バスを利用するのが良い。 平成23年発行の八尾市都市計画マスタープランでは副自閣に位置づけられており今後は地域の特色を重視した良好な商業地環境の性を図る方針となっているかつてはス田八や線、近鉄、阪急バス、京阪バスと国鉄バス東大阪線が当駅から千量回帰国鉄ス田方面へ路線を運行していた楽しく ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。